Mr. Surbanism, Wikipedia English writes as follows. Surbanism is a hypothetical religious movement of Zoroastrianism in which the divinity Surban is a first principle or primordial creator deity who engendered equal but opposite twins,アフラ・マズダー and アンダー・マンユ。Zoroastrianism is also known as Zoroastrianism and may be contrasted with Mazdaism. In Zoroastrianism, Zoroban or Zoroan was perceived as a god of infinite time and space and was Aka, which means one or aloneZoroban was portrayed as a transcendental and neutral god with a passion and one for whom there was no distinction between good or evil. And this Zoroban was introduced to Roman times and came to be called the god of eternal time, that is, Aeon. Aeon meansEternal in Roman. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Zoroaster 教に先立つ宗教あるいは神、それがズルバンあるいはズルワンということになります。で、そのズルバニズム、ズルバン教はですね、善と悪の二元論で成り立っています。つまりこの世の中にはですね、善と悪、相対立する概念がですね、対立しているというわけです。で、その神がですね、永遠の神、すなわち男も女もない永遠の時の神、アイオンということになります。 AION あるいは AEON と英語では表記されています。ここが重要です。善と悪の神、それがズルバンでありアイアンという神ということになります。で、ここで大変興味深いことがわかります。レオナルド・ダ・ヴィンチ、つまりレオナルドというのはですね、ロードアイオン、つまり神アイオンのアナグラムということになります。一方モナリザというのはですね、マースアイアン、火星の主なる神アイアンということになるわけです。つまりここで対立あるいは対比関係が生まれます。左が永遠の神レオナルド、右が火星の永遠の神モナリザということになります。ところがですね、モナリザにはもう一つのアナグラムがあります。つまりマリアズさん、あるいはラミアの息子という意味なんですね。つまりマリアの息子あるいはラミアの息子ということになります。こうして2つの、肖像画を並べて考えてみるとですね、左が善なる神、すなわちロードアイオンであり、右が悪なる神、つまりマースアイアンイコールラミアの息子あるいはマリアの息子ということになります。このような形で1500年というあのルネサンスの時代に現れたカイン・キリストは二人の神を対立、対比させて表現したということになるのではないでしょうか。
Wikipedia English writes about ion or ion DRT as follows. Ion or ion, god of eternity in a celestial sphere decorated with zodiacal signs between a green and a dismantled tree meaning summer and winter. Before him is Mother Earth, Tellus or Roman Gaia with four children meaning the four seasons personified. Ion is a Hellenistic deity associated with time, the orb or circle encompassing the universe and the zodiac. The time represented by Ion is unbounded in contrast to Chronos as empirical time divided into past, present and future. He is thus a god of eternity associated with mystery religions concerned with the afterlife such as the mysteries of Cybele, Dionysos, Orpheus and Mithras. Ion あるいはイオンとも発音されますが、アイオンというのは古代ギリシャ語で時の神を意味し、時代や人の生涯というような意味も含まれます。アイオンは紀元2世紀より5世紀頃にかけてローマ帝国内やその辺境地域で交流したグノーシス主義における工事の霊、つまりスピリット、あるいは超越的な神を示す意味で使用されていたようです。つまり神の上に立つ神、最上位の霊的な神ということになります。当初の意味はさておき、アイオンというのは永遠、永劫を象徴する神ということになります。普通は時間の神として知られています。さらにグノーシス主義によれば、あのイエスも父なる神、つまり最高位の神のもとから派遣された神ということになります。つまりイエスは旧約聖書の創造神、つまり劣悪なる創造主の束縛から人間を解放するため本来的自己の認識を解く福音をもたらした神ということになっています。わかりやすく言えば、アイオン、つまりイオンというのは神の中の神、霊的な神ということになり、そしてイエス自身の神ということになります。そしてその証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるあのモナリザという名前の中に、つまりは暗号の形で仕込まれていました。広志林浜祭りジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるモナリザです。 MONALISA ですね。このモナリザという名前は火星を意味するマーズから生まれたものだと私林浩司は判断しています。マーズ、マーズ、つまりアナグラムの一つということになりますが、その残った文字を反対に組み合わせていくと A I O N となります。つまりアイオン、つまりイオンとなります。竹さんの発見です。つまりモナリザという名前は火星を意味するマーズと、それからアイオン、永遠の神を意味するアイオンのこの
2つの文字を組み合わせてできた名前ということになります。ここで重要なことは、アイオンというのは、つまりはイエス自身の神ということになります。その神は永遠でスピリチュアル的な神ということになります。そのことをレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエスはイエスの洗礼の絵の中で説明しています。左がイエスの洗礼の絵です。頭上部の鳥に注意してください。その鳥の上に人間の手らしきものが描かれています。上の絵はグノーシス主義の絵です。その同じ鳥の上にもう一人の神、すなわち永遠の神が表現されています。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチ、そしてアンドレア・デル・ベロッキオを通して神の中の神を表現したということになります。その神がいわゆるエル・シャダイ、全知全能の神ということになりますが、その神は見ることもできない、聞くこともできない、知ることもできない霊的な神ということになります。グノーシス主義サイトには次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろうと。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っている。つまり真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造力の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。なお、グノーシス主義というと何かと誤解されているようですけれども、あのウォルト・ディズニーもそのグノーシス主義の敬虔な信仰者でした。この写真がその証拠だそうです。グノーシス主義の信者の方から直接届けていただきました。右から2人目に写っているのがウォルト・ディズニーです。で、モナリザとは誰なのか、一般説をここに紹介します。何百万人もの人々がモナリザのあの半笑いの顔を見てきました。世界で最もよく知られた顔ですが、そのモナリザというのは誰であったのか。一般的にはモナリザというのはダ・ヴィンチの母親のカテリーナ、ナポリのイザベラ王女、スペインのコスタンザ・ドア・バロス、あるいは名前は分かっていないが高級娼婦などなどの説があります。さらに顔の筋肉のつき方から、つまりそれが男性的であることから、ダ・ヴィンチ自身ではないかという説や、長い間ダ・ヴィンチの恋人であったサライではないかという説もあります。また絹商人の妻でもあり、
5人の子供の母親であったリザ・ゲラルディーニ・デル・ジョコンデではないかという説もありますが、この説が最も広く受け入れられているようですが、2005年に500年前のダ・ヴィンチのものと思われるノートが見つかりました。それによればダ・ヴィンチはリザの肖像画にもう何年も取り掛かっているとありました。つまりフロレンスのその夫が自分の子供の誕生日を祝ってダ・ヴィンチに絵画の制作を頼んだというのです。ですから妊婦であることを隠すために緩やかな衣服を身につけていると。が実際にはダ・ヴィンチはその絵をジョコンデの家族には渡していませんでした。ダ・ヴィンチは最初はその絵をフランスへ持って行き、次に遺言で愛人であったサライに残しています。広志林、浜祭りジャパン。皆さんはアナグラムというのをご存知ですか？文字を並び替えて別の意味を持つ言葉を作る、言うなれば言葉の遊びのようなものです。私はこのモナリザという名前の中にそれに似たものを感じました。モナリザですね。そこでこんな例もあります。マリアですね。イナンナイシュタールのヘブライ名です。でその名前を並び替えますと魔女のラミアになります。左がマリアで右がラミアです。 R と L が違うではないかということですけども、音としては同じと考えます。つまり L を R と置き換えて、そして文字を抜き出して並べてみると MARS、 マーズ、つまり火星という意味になります。つまりモナリザという名前はどこかで火星という言葉を意識して作られた名前ということになるのではないでしょうか。もっともこの程度のことでしたらそんなこともあるのかなで終わってしまうと思いますが、こんな例もあります。ダ・ヴィンチの先生と言われていたのがアンドレア・デル・ベロッキオです。イタリアでは英語名の方で表記する習わしになっているそうです。このアンドレア・デル・ベロッキオの名前の文字を入れ替えてできたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。今順にそれを照合していますけども、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前はつまりはアンドレア・デル・ベロッキオの名前の文字を並び替えてできた名前ということになります。ただアンドレア・デル・ベロッキオの右から3文字目のH だけは抜けています。なおこの英語名に基づいてといいますか、ベロキオっていうのは真実の目という意味だそうです。ですから英語名の方を使ってそのように表記する習わしになっているというのです。となるとモナリザから文字を抜いてマーズ、つまり火星を意味するマーズという言葉を作ったとしても何らおかしくないということになります。さらにこんな例もあります。もう一人のレオナルド・ダ・ヴィンチと目されているのがドナッテロです。そのドナッテロの名前とレオナルド・ダ・ヴィンチの名前もアナグラムによって一致しています。ドナッテロです。
このドナッテロの作品で注意すべき点は、ヒゲのないイエスが本物のイエスであり、ヒゲのあるイエスが替え玉のイエスであるという点を彫刻という形で表現し分けているところにあります。ヒゲのないイエスが本物のイエスであり、ヒゲのあるイエスが替え玉イエスであるという説は2017年になって私林博士が発見したことです。それ以前は誰も知らなかったことです。それをドナッテロが表現しているという点にあります。つまりドナッテロもこれまた1500年後のイエスの替え玉操り人形であったということになります。上がドナッテロの彫刻です。向かって左側の人物が、これがヒゲのない本物のイエス、そして向かって右側にいるのがヒゲのある処刑された替え玉イエスということになります。これと同じ表現方法でレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家もマンと題する絵を残しています。左にいるのが本物のイエス、ヒゲがありません。それにヒゲをくっつけてできたのが晩年のレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。つまりこの自画像は作られた自画像ということになります。これら4者は細部に至るまで同じです。こうしてドナッテロとレオナルド・ダ・ヴィンチがつながっています。そのドナッテロという名前はレオナルドとアナグラムによってつながっています。つまり文字遊びです。つまりドナッテロもまた1500年後のイエスの操り人形芸術家であったということになります。これがその証拠です。つまり名前をアナグラムによって作ったということになります。ドナッテロの方がレオナルドよりも先に生まれたということになっていますから、レオナルドという名前もドナッテロの名前をアナグラムによってできた名前ということになります。わかりやすく言えば、アナグラムは頻繁に使われていたということになります。そして結論ということになりますが、モナリザという名前も同じようにアナグラムによってできた名前であるというふうに考えることはごく自然なことです。一般説で言うような、隣のお姉ちゃんやおばちゃんの名前をもじって作った名前ではないということです。まだ神がそんなことをするはずもないということです。そういう視点でもう一度私の説を聞いていただきたいと思います。モナリザ、つまりこの名前はマーズ、火星をもじって作られた名前であるということになります。 M-A-L-S R と L は発音上は区別がつきません。マーズ、火星です。そして永遠の神を意味するアイオン、つまりイーオンという名前をその中に埋め込んだというわけです。普通の人の頭で考えつく名前ではないということです。もう一度結論として繰り返します。マーズという名前とアイオンという名前を2つ組み合わせてできた名前がモナリザということになります。繰り返します。マーズという名前とアイオンという名前を2つ組み合わせてできたのがモナリザということになります。ではなぜ火星なのか、モナリザと火星なのか、その謎を解明したのが続く動画です。どうかどうかもう一度じっくりとご覧になってください。モナリザと火星は深くつながっていました。